じゃあ次の文章、 I have learned。 あのね、 learn の単語の意味、 learn は勉強じゃないです、分かったっていうふうに訳してください。ざっと以下のこと分かったって、ちゃんと辞書聞いてみると、 learn の後ろざっと説っていうふうに言うと、何々だということが分かったっていうふうに訳せっていうふうに載ってますので、これは学びましたとか分かったっていうふうに訳してください。はい、さあ次行きましょう。サクセスは成功、これがざっと説の中の主語だよなっていうふうに思ってくれていいかな。で、このサクセスっていうのは is to be measured って書いてあります。メジャーは測定なんで直訳でいいです。測定される。で、ここに出ているこいつもやばいんだな。 be 動詞プラス to っていうやつ、これ文法的に覚えてるかっていうふうに言うんです。なんだお前はっていうふうに言われたら、助動詞の何かです。何かって言われたら何かっていうと、あら雰囲気でやつっていうふうに言われるやつなんです。なので候補だけ挙げとくわ。can の場合があるし、may の場合があるし、must の場合があるし、should の場合があるし、will の場合があるし、be going to の場合がある。はい、ということでこの6種のうちのどれかっていうふうに言うので、助動詞に be going to 1個入れてやってください。どれかっていうのは雰囲気で選べっていうふうに言うので、ここで即答して選んでくれてもいいし、全部訳してから雰囲気でとりあえず当てに行こうかなっていう程度でいいです。で、意味不明な長文等でこの is to とかなんか変なもの出てきたら、まず無視しておいてください。 SVOC に影響しない、適当なものなんでちょっと置いとこうっていうふうにしましょう。成功は測定されるんだよっていうふうに思って先行っちゃいましょう。OK。で、not so much by the position that one has reached in life、 なんとか by the obstacle which、he has overcome while trying to success っていうのがあります。少しだけ先に味付けする。はい、まず by the position、 ポジションってね、地位とか身分っていうふうに訳します。身分によって判断される。 that は、 one は人ですね、その人とかいうふうに公約してくれるわけです。その人が到達した in life、 人生の中で、あれ、ね、2人とも人生ゲームっていうボールゲームで遊んだ、あるね、ルーレット回してさ、ね、はい、はい、プーターのことか、はい、社長とかね、そういうこと言ってるんですね。はい、まあ、これぐらいに拾えばいいかなっていうのは。で、このざっとなんやねんっていうのも、ほぼほぼこれで私喋っちゃってますけど、まあ、関係ないでしょ、なと。はい。さて、X に何入れようっていうのは、この文章を文法的にやってきたここだよっていうふうに思ってくれればいいですが、ちょっと、not so much、もの、まず、この、バットじゃノットバット文じゃなくてソーマッチまでくっつけとこうっていうふうに言います。オブスタクル意味何やった、はい、大きな障害物。多分ね、もう3月4月だけでこれオーブスのタックルって覚えればいいよって何度も言ってると思うけど、オーバーカム、何々を克服する、打ち勝つっていうふうに訳すんですね。アイハブからの訳どうやって捉えようっていうと、私はざっと以下のことが分かりましたよ。ざっと以下なんと文末までめちゃくちゃ長いですね。ですが、よく捉えてみると、サクセス、成功っていうのは測定されるんだわ、こっちじゃなくてこっちでっていうふうに言ってるだけで、ポジションじゃなくてオブスタクルで、測られるんだよっていうふうに言ってるだけ。で、ポジションの説明、その人が人生で到達したじゃなくて、その人が克服した大きな障害で人生の成功っていうのは測られるべきっていうふうに言ってると。